アジアはですね、まあ、その300年間ぐらい、まあ、その一部はまあ150年とか100年っていうのもあるんですが、まあ、ヨーロッパ人の巧みな戦略に騙されましてですね、まあ、力もあったんですが、ヨーロッパ、まあ、これアメリカを含んでるんですけども、がやってることは正しいという、まあ、論法にまあ巻き込まれてきたわけですね。実はこれはあの植民地を、まあ、例えばイギリスが作るときにですね、例えばインドを植民地にするときにイギリスはまあ随分考えるわけですね。まあ、これはあの日本が例えばかつて、いいことではありませんが満州とか中国もしくは、東南アジアの方に進出していくときですね、まあ、言ってみれば勢いで進出しちゃうんですね。行けっていうんでですね、大東亜共栄圏とか言って進んでしまうんですね。まあ、こういったやり方をしますと、まあ、下手って言いますかですね、もちろん下手の方がまあいい面があるんですが、やっぱり下手でですね、各国の非難を浴びることになるわけです。例えば冷静に考えればですね、イギリスはほとんどその7つの海を支配し植民地にし、その植民地では暴虐の限りを果たすわけですね。例えば優秀な人が出てきたら、植民地の中に優秀な人が出てきたら両手首を切り落とすというようなこともやりますし、アメリカはですね、奴隷を連れてくるときに20人ずつ鎖で手を縛って、もしも船が難破しそうになったら20人ずつ落とす、海に落として溺れさせると、溺れて死なさせるってなことをしたわけですね。まあ、もちろん日本もですね、あの中国やアジアでしたことはですね、それほど褒められたことではないんですが、まあ、比較したら、悪事を比較するのも変なんですけど、比較したら圧倒的に、まあ、日本の方がですね、穏やかで相手の国のことを考えた政策だったんですけども、しかしそれでもですね、例えば中国がアメリカと手を組んで、まあ、日本がかつてやったことを非難するっていうのはですね、これまた最もなことなんです。なんで最もかって言ったら準備が違うんですね。例えばイギリスがインドを植民地にするときに、まずイギリスがやったことはですね、イギリス人とインド人と比べるとインド人がいかに劣る民族かということを証明しようとして、そこに学者を投入します。ここが問題ですね。で、学問というのは真実を明らかにするとか、なんかいいことのように思いますけども、そうじゃない使い方もあるわけです。それがそのイギリスがインドを植民地にしたときに、民族学者とか歴史学者を動員して、インド人はいかにイギリス人よりか劣るのかと、まあ、いうことの研究をさせます。そうしてみますと、驚くことに、かつて今から4000年ぐらい前、カスピ海の 北に住んでいたインドアーリア語族、これがですね、東の方に行ったのがインド人、西の方に行ったのがイギリス人であるということが分かってですね、同じ民族であるということが分かったんですね。それでまあその作戦はやめたんです。しかしこのことで分かるようにですね、アングロサクソンとかヨーロッパ人っていうのはですね、用意周到なんですよ。この用意周到というのは軍事的にも用意周到ですけども、相手を説得するという意味でも非常に用意周到なんですね。まあ、日本のように単に朝鮮に行き、台湾に行き、中国に行きっていうようなことではなくて、台湾を取るときにはまず台湾が日本の領土であるということをもう歴史的にも繰り返し言ってですね、これは力のあるうちに言わなきゃいけないんですが、言って、それで世界を納得させて、それと同時に軍事行動を取るっていう、まあ、そういうですね、まあ、ことをやってきたわけですね。で、これがいいかどうかは別にしまして、それにみんなが騙されて、それは正しいことだなと思ったわけですよ。現在でもですね、イギリスが香港を100年間も占領したのに、何にも非難されず、何かこうイギリスが100年ぶりに香港を返還するということが祝賀会みたいな感じで行われました。それに対して日本が罵倒されるというのはどうしてかというとですね、こういうところに原因があるわけですね。現在アルジェリアの問題で問題になっているフランスの原子力の問題、それから地球温暖化の問題、また生物多様性の問題、これはいずれもですね、ヨーロッパ人種の考えたいわば新しい植民地主義というものから出ております。これについては非常に複雑なので、また別の機会にお話をしたいと思います。つまりですね、ヨーロッパ人の罪というシリーズを始めたわけでありますが、この一つに正しくないことを正しいように言う詭弁法というものを非常に磨いてきました。まあ、簡単に言うと、純情なアジア、アフリカの人たちはそれにみんな騙されたと、まあ、いうことですね。もちろんそれ以前はもっと乱暴で、まあ、スペイン人を中心としてアメリカに住んでいたマヤ
インカの人を全滅しました。殺したわけですね。アメリカ大陸発見というような名前をつけます。つまりアメリカ大陸はもともとなかったような理屈をつけまして、コロンビアがアメリカ大陸を発見した、そこには誰もいなかったような感じがするんですが、インディアンがいて、マヤがいて、インカがいました。その人たちを全滅させたのは他ならぬ、ヨーロッパ人であったということですね。で、今でもこれはまあ同じで、アメリカやイギリスのミサイルとか核弾頭は正しいけども、北朝鮮とかイランの核やミサイルは正しくないという論理をですね、見事に組みます。そこで日本のマスコミはもちろんですね、あまり考えませんから、北朝鮮がミサイルを上げるとゴーゴーという非難をし、韓国でもあまり非難しないんですが、アメリカなんつったらもう全然逆に賛美をしてですね、宇宙の核なんつってですね、特集を組んで、あたかもそれが素晴らしいことのように言ったりする。これにはですね、核抑止力というですね、ちょっと日本人では考えつかないような論理を持ち出すわけであります。私は核抑止力なんか全然ないと思っておりますが、日本人で核抑止力が有効であるかどうかということを論じる人は少ないと思うんですね。私は北朝鮮は正しいという前提に立って論じようというふうに、テレビ局に何回も言ったんですけど、実はそれは全部ことごとく排斥されました。というのはですね、日本の場合ですね、北朝鮮が正しいという論理で一つ話し合うというような、精神的な力といいますかですね、論理に対する信頼性というのがちょっと欠けてるんですね。やっぱり感情的にも北朝鮮が嫌いだとなったらもうポンと嫌いと、アメリカの核は正しいんだと、核抑止力ってなんだとお前知らないのかというですね、一連のこのヨーロッパのですね、非常に単純明快な論理正しさというものに負けてしまうわけですね。なんとかの正しさっていう講義がハーバード大学でのものが流行りましたね、日本で。私はその講義をずっと聞いてですね、奇弁に満ちているというふうに思いました。つまり、正当化する技術であってですね、正当なものを正当というんじゃないと、いうことですね。これに日本人が痺れるというところがですね、なかなかまた面白いわけであります。で、ところが問題なのはこの先にもあります。もちろんヨーロッパのこういった罪というものをですね、きちっとこう整理していくというのは日本人にとって必要ですが、もっと大切なのは、実は日本の知識人がヨーロッパ人の奇弁法を身につけちゃったということですね。正しくないことを正しいという奇弁法を身につけました。これはですね、もともとは日本文化にはあまりないように僕は思います。例えば、裁判でお知らせに引き出されますと、日本の場合はですね、自分が罪を起こしてたらすいませんでしたということが一応基本ですね。ヨーロッパは違いますから、奇弁法がありますから、罪を犯しててもまずは自分が正しいと主張しないと裁判が始まらないということですね。最初から嘘を言うということですね。これは日本と日本文化というものとそれからヨーロッパ文化が違うわけですから、どちらが正しいということではなくて、正しいことを正しいと認める日本と正しくないことを正しいというヨーロッパの違いであるということですね。そういうふうな違いがある意味では衝突をしてアメリカと日本の戦争になったんですけど、今ではその元気もないわけですね。これは今度の原発の事故でもそうでしたね。今でも皆さんは知識人は大体奇弁使ってます。1年1ミリシーベルトっていう法律があるにもかかわらず、1年100ミリでも大丈夫だという奇弁を浪します。これはもう完全な奇弁ですね。それから IPCC という国連の地球温暖化政府間パネル、これのたった25ページの報告書にですね、明らかに温暖化したら南極の氷が増えると書いてあるのに減るという奇弁を使うわけですね。こういった奇弁はですね、野田首相もそうでしたね。選挙で当選するときは増税は絶対やりません、命を懸けてやりませんとこう言って、首相になったら今度は命を懸けて増税をやります。これをですね、論理でカバーすると、こういうことはですね、これは知識人が西洋流の奇弁を完全に身につけているということを示しております。で、ところがこれは集団化しておりまして、しかも知識人の利益になります。利益になるので、この奇弁を使うわけですから、結構大変ですね。民主主義という衣を着ますから、例えば今度の原発事故で宮城県の知事が使ったようにですね、日本人、宮城県の人は数字がわからないんだと、
だから1キロ100ベクレルとかそんなこと言っても分かんないから、安全危険っていうのを我々が決めてそれを県民に言うしかないんだと、まあ、こういうふうに宮城県知事が言いましたけども、まさにこれに象徴されているわけですね。現在の日本の知識人は民主主義を全く信じておりません。信じてないけども民主主義っていうのを使って自分たちを正当化するっていうことができます。まあ、このヨーロッパ流の決める術、まあ、これをですね今まで培ってきたアジア人の、まあ、正しいことは正しい、正しくないことは正しくないという論理ですね、まあ、こういった論理を構築できるかどうか、そしてそれがマジョリティつまり多数派になってですね、日本の国を発展させ、まあ、日本が世界で負けることがないような国にできるかと、まあ、これはですね、ヨーロッパ人の論理、基弁的論理っていうのをですねかなり明らかに、はっきり明らかにしていかないと、なかなか成功しないと、まあ、このように思います。